丹野部外、丹野部、丹炎外は、新末民発の政治家、軍人、将軍、湖南軍の創始者、指導者の一人、中華民国の諸大湖南と解く。また、中国国民党、国民政府の指導者の一人であり、国民政府主席も務めた。旧名は、宝路。字は、祖案、組案、祖、祖谷す。別号は自家子、人へ、無理。父は、 新代末期の政治家である丹勝林。1904年、高所30年3月の更新化開始で演元となり、同年4月、管理委員初期津市として任用された。しかし、同年7月には、湖南へ引き返す。1905年、高所31年に、水海南小裁所の私立中学である、明徳学堂の総理に就任した。1909年、 戦闘元年、湖南省市議局選挙で丹野部は当選した。さらに議長にも当選し、湖南省の立憲派の指導者と目されるようになる。翌1910年、戦闘2年から丹はたびたび上京して、国会の早期開催を新朝中央に求める立憲派の活動に参加した。1911年、戦闘3年10月10日、武将起義が発生すると、 同月に、これに呼応する新軍の記事が、調査で起きた。それにより二十二日にはコナンと特府が成立し、立憲派によりタンノベ、がトトクの地位に押された。しかし結局、トトク、副トトクの地位は、革命派の賞トールボン、陳作新の手に落ちる。一方のタンは、コナン都督フ参議院委員長という政務の数密を、握る地位につき、さらに民政部長に就任して、 民生の一切を騒乱した。その後三十日に立憲派の格策により、超、陳の征服都督が殺害され、丹が公認の都督に就任している。革命派からは丹のべが再び成長に願えるのではと警戒された。しかし実際には丹は革命路線を維持し、混乱する省内情勢の鎮定に努めた。また、 新朝の攻撃を受けて苦戦する古北軍政府を支援し、全国に対しても共和制支持の打電を行っている。さらに、同年12月25日の孫文、孫中山の帰国の際にも、真っ先に歓迎の打電を行った。1912年、民国元年7月、丹延部は、遠征外から正式に、コ南都督に任命された。同年8月、 中国同盟会が総教陣により国民党に改組されると、丹もこれに加入し、水見南少支部長となった。1913年、民国2年、総暗殺後に発生した二次革命、第二革命では7月17日に消毒率を宣言して革命派に組みしている。しかし失敗に終わり、8月13日には独立を取り消した。それでも、 結局、10月に都督を辞任し、上海に空挙した。1915年、民国4年12月に、五国戦争、第三革命が発生、翌年6月6日に、遠征外が死去する。すると、それまで、遠征外派に組みしていた、コナン都督ゆめに対する追放運動が、湖南省で発生した。同年7月、丹ノべと、その支持部隊は、 ユを追放し、8月には、北京政府からタンが正式に、湖南省庁検特軍に任命された。北京政府における、霊元博士と、ダンキズイの争いにおいて、タンの部はハジムを支持していた。しかし、1917年、民国6年7月の長軍の副壁失敗を経て、ハジムが失脚すると、タンも自らの地位が危うくなる。そしてついに辞職に追い込まれ。 またしても上海に逃れた。その後、丹ノべは、厚生省の陸栄亭の支援を受け、さらに、北京政府で、丹気髄と対立する、ご配布とも連合し、湖南省復帰を狙う。1920年、民国9年6月、丹気髄派の湖南特軍、超軽業を駆逐して、湖南省へ特軍検証庁として復帰した。しかし、丹は、 将軍総司令となった、超公的やほどもぐら将軍指揮官との間で、対立が発生するようになる。同年11月、丹は発生した平変を鎮圧できず、辞職して、湖南省から退出した。1922年、民国11年、丹延部は、公衆の尊文を頼る。翌年3月に大元水府内務部長に、同年5月には、 建設部長兼大本営秘書長に任命された。7月には、孫文から湖南省省長兼将軍総司令に任命され、超公敵と激しく戦う、丹調の戦。しかし、ご配布の支援を受けた長を下せず、同年11月までに、丹は、孫文の指示により、関東省へ向かった。1924年、民国13年1月に、 中国国民党が第一回全国代表大会を広州で開催すると、丹野部は中央執行委員会委員に選出された。10月、建国軍北伐総司令に任命され、厚生省経由で北伐を開始したが、北京政府側の方本陣軍に敗北する。これにより、丹野軍は大幅に縮小、再編を余儀なくされた。1925年、 民国十四年三月十二日に、孫文が死去しても、丹の部はそのまま国民党を支持している。同年六月、楊のぞみび劉流進の反乱鎮圧に貢献するなど、様々な軍事活動に参加した。小解石が次第に権力を掌握するようになると、丹は、張静江と共に、国民党の要職を歴任するようになり、将の北伐を広報支援する役目を担う。 1928年、民国17年2月、南京国民政府が常務委員による集団指導制から主席制に改められると、丹野部が初代国民政府主席に任命された。同年10月、小介席が公認の主席となり、五見分立に基づく五院制が成立すると、丹は初代行政委員長に転じた。1930年、 民国19年9月22日、南京で脳一血により死去。去年52万51歳。墓は中山寮の近くにある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。